そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。本日ご紹介するギターはこちら、ギルド AO3CE です。すごく状態のいいエレアコでとても綺麗です。今日も私ちょっと弾いてみたいと思います。のギター紹介動画お楽しみください。はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。今日はですね、6月の9日ロックの日でございます、ね、ということで、この今日のギターをめちゃくちゃこうハードロック好きにはたまらないエレギターの紹介ですって本当は言おうと思ったんですけど、今日はね、でも実はある意味これも僕ロックのギターだと思ってるんですよ。ギルドです。正直最近ギルドそんなに入荷してないんですけども、僕らが若い時70年代とかね、あのアコギ、アメリカのアコギってマーティン、ギブソン、ギルドだったんですよ。ここ最近人気落ちたもんな。やっぱなんでなんだろう。今やほらマーチン、テイラー、ギブソンでしょ。もうすごいもんね、まあ、下手したら売り上げ自体もテイラーらしいんですけど、アメリカ国内ではね。で、あの僕ね、ギルドに関してはすごくね思い入れがあって、あの僕あの個人的な話で申し訳ないんですけども、あの若い時に最初に楽器屋さんで新品を買ったギターがいきなりギルドなんですよ。ローンで、あの新潟にね、あのアポロンさんっていうね、もう有名な楽器屋さんがあるんですけど、そこに僕あの高校卒業して行ったわけですよ。で、一人で、で本当はね、オベーション買いに行ったんだよね。あの当時めちゃくちゃオベーションテレビとか出てて、かっこいいなって、もうそれまでになかったもんだから、もうこれどんなかっこいいんだろうと思って、すみません、オベーション欲しいんですけどって言ったら、あの当時の社長が、まあ今も社長です、今社長って変わったのかな、あのオベーションならないよみたいなこと言われてアンプ持ってんのとか言って、持ってませんって。もう当時ほらね、鈴木少年はもう気が弱いもんですから、アンプ持ってませんみたいな、アンプ持ってないとあんたダメそれじゃんみたいなこと言われて、じゃあこれ聞きなさいなんて言われて、何ですかこれって。その時渡されたのがギルドの D35 というアコギなんですよ。で、あの僕も本当ね、何度も言いますけど気が弱いもんですから、って聞いたら、もうどういいだろうって言うから、いいです、じゃあそれ買えって言われて、すぐお父さんに電話しろって言われて、もうなんせ当時で30万以上しましたよね、24回ローンでローン用紙書いて、すぐ親に電話しろって言われてね、なんか保証人になってもらって、電話の先で親父がですね、当時、まあ、の亡くなりましたけど、いくらだって言われて、30万って言ったらね、無言でしたね一瞬でやっべ、いや俺がちゃんと働いて帰って、俺が働いて帰って、そうやってなんとかですね、生まれて初めて買ったアメリカ製の高級ギターがギルドだったんで、僕は非常にね、ギルドに対しては思い入れがありますよね。また当時ね、その後ぐらいかな、長渕剛さんが出て世の中に出てきた時に、なんかの雑誌で読んだんですけど、長渕さんが全国ツアーやるってねことになった時に、初めてギター一本で、で地元のなんか楽器屋さんに行ったら、そこのおやさんにこれがいいよって勧められたのがやっぱギルドなんですってね。でなぜ勧めたかというと、とりあえずいい音かどうかは別として、このギターが一番でかい音が鳴るんだ、マーチンでもギブソンでもないギルドだって言われて、で長渕剛さんはそうか、それはいいって言うんで買ったらしいですね、というね、まあ、俺の話はどうでもいいですけどね。さあ今日のギターはね、そんないろんな ギルドもいろんな会社もね潰れたりいろいろあったんですけど、最近はもうフェンダー傘下ですよね。でいろいろ中国製とかもあるんですけど、今日のギターはこの AO3CE という、まあ、割と新しいシリーズなんですけど、こちらはメキシコ工場になりますね。さっきマーティンもそうですし、テイラーもそうですし、まあ、割と各体がこう、なんていうの、入門の方はアメリカ本土ではなくてメキシコの方で作っております。でこちらのね AO-3CE、まあ、C カッターウェイのエレクトリックということですね、エレアコです。
で、2012年だと思われます。で、当時の定価が12万円、ハードケース、まだ見せますけど、ハードケース付きで、でね、これ非常にね、程度抜群なんですよ。もう一応8年前なんだけど、ほとんど弾いてません。で、細かいとこじゃあ行ってみますか。どうぞ。はい、それでは各部アップしていきますね。細かいところ、傷とか打痕はあるんでしょうか。これね、木の模様ですから傷ではないですよ。この辺ね、木の模様です。で、全体的にすごく綺麗です。いわゆるこれサテン仕上げっていうんですよね、このサラッとした感じの。はい、若干このピックガードにこう、あ、でもね、ないか、ほとんど傷もない、ないかも。フレットもほら全然減りもん、分かりますかね、こうちょっとゆっくりいきますね。全然ほんとそんな引いてない感じですもんね。はい、ヘッドの方もペグ金属綺麗です。ロゴも綺麗ね。はい、ちょっと後ろにやってみます。こうこのネックのこの木の模様というか木目が独特のこう感じですよね。こう真ん中に白っぽいのが走ったりして、本当状態はね、本当特に何の問題もないですよ。本当目立った傷だこうない。ほら、でこのタイプ、後ろがちょっと真ん中こう膨らんでるこうデザインのやつですよね。これ音響的にこうなんか効果あるんでしょうね。そういうやつとよくありますよね。はい、ちょっと椅子に乗っけて、またもう一回細かく見てみますね。安定するか、あ、微妙だな。危険危険。ほら、全然綺麗。この黒いピックガードもね、これなかなかこうね、光の加減で分かりにくいんですけども、ほとんど目立った傷もそんな細かいのはありますけどね、そんな目立つ傷はないです、ね、ということで非常に綺麗な状態のギターです。そういうことでね、すっごい状態でしょう。本当にね、もうほぼほぼもう新品同様と言っても過言ではないくらい状態は良いです。さあ、じゃあいつものようにね、弦高チェックとかしてみますね。まずは、6弦12フレット上の弦高ですけども、低いはこれ 2.1 か2、もう限界まで下げました。そしてナット幅ですけども、このノギスで見ますと約ですけど、あ、ナット幅意外とねあって44ですね。でも握った感じがそんなにね、太く感じないのはもう例によって最近のアゴギアも定番ですね。薄型の薄いかまぼこで、ほんと薄い、もうかまぼこまでいかないぐらいほんと薄いですよ。ほら、もうすっげえ薄い。今日はホワイトボード用意してますけど、ないですけど、ほんと薄いのね。へえ、すごいな。ちょっとじゃあ弾いてみようかね。まず生音ね、普通に指でいきますよ。ボディーやつはそんなないので、まあ、生がガツンとなるっていう、綺麗になるね。僕が昔持ってたギルドとだって全然音違うけどね、昔のもうすげえでかい音だけだってあんまり繊細さはなかったんですよね、当時の D の35、僕のは。これ綺麗な音出るよね。ちょっとピックでもやるね。あ、ピックと結構でかい。こちらフィッシュマンのプリアンプ、チューナー付きのやつですね。あ、めちゃくちゃこう自然な感じ。キックでも、コーラス軽くかけてみる。あ、
これはこれで、でもこれちょっといつも深くかけすぎなんで軽くしてみようかな、これ。あ、これだったら普通でしょ。あのさっきギルドのね、あの長渕さんも使ってたって言いましたけど、日本ではもう一人あのギルド使ってる有名な人が D55 を使ってるのがあの井上陽水大先生でございます。こんな曲知ってます？若い人も知らないかな。このな、どっちか最初どっちかが多分このコードをドゥンドゥン、そしてどっちかが思ったよりってやったんだよね。でじゃあ今度俺つみたいな、でそこで多分そこは絶対陽水なんだよね、あの B メロはね。多分僕はそう思いますけども、もしかしたら出だしとサビはなんか清志郎のような気がするね。 B メロはどう考えてもこうあそこ絶対陽水さんですよね。ということで、あのこの曲をもう個人的には大好きで、ついついなんかいつもこう思想するときにこう D からこのここの音ね、なんだっけこれ C か、このこのベースラインがここからこう、まあ、いわゆるクリシェって言うんでしょうけど、この感じがみんな好きだよね、日本人。このちょっとこのイントロもう一回やるからよく見てるね。このみんなで弾こう、帰れない二人のイントロ、このこれ普通に簡単に弾くと、ただこのアルペジオでもここにやっぱこのエレキのほらあのタッタッタラララ、これをなんと入れたいじゃない。そうこのでここでこれ入れるという、余計なお世話でしたけどね。さあ、そしてあの専用のね、高級なこちらギルドのロゴ入りのこのロゴがまたさ、どうなのよ、この控えめな、普通もっとでっかく入れるよね。これなんでこんなちっちゃかったんでしょうかね、まあ、この控えめさがまた最近のギルドなのかな、逆にな。さあ、しっかりとした高級ハードケースでございます。当時の書類も全部入ってます。お値段でございます。このね、本当にあの最近ギルドって中古市場でもあんまり、当店でもあんまり入ってこないんですけども、まあ、このメキシコ工場のやつなんですけども、 A の 3CE、状態本当にいいと思います。お値段が税別で安いと思うよ、これ本当に58,300円プラス税です。今日は入れたい、今日は交換を絶対入れる、文句言っても入れる、本当にね、うん、ということで、あの今日もね、最後まで見ていただきましてありがとうございました。はい、今日のギター紹介動画いかがだったでしょうか。それではまたお会いしましょう。